はい、どうも皆さん、バンザーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですが、最新情報ということで、まあ、今週ね、いろいろありましたよね。動きがいろいろありました。はい、契約更新、契約満了、完全移籍と、大分に復帰というね、そして、新加入選手ということで、そちらも含めてね、一旦全部、ご紹介しようかなと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。で、まず契約満了した、選手、小林勇気選手でございます。はい、いや、小林勇気選手がですね、まあ、私はですね、まあ、契約満了になるかなとは思ってたというか予想してたんですけども、まあ、もちろん年齢のことであったり年俸のことであったりっていうのがあるんですけども、まあ、技術面とかに関してもですね、やっぱすごいレベルの高い選手なんですよ。なので、まあ、その選手をですね、残せるのかな、今の大分に残す力がちょっとあるのかなという不安があったので、まあ、契約満了にはなるのかなという予想はしてたんですよ。でね、やっぱその契約満了というリリースが出て、うわマジかやっぱりかっていうのはありましたね。サポーターには塩対応なんか言われてますけども、実はね、真逆なんですよね。どこが塩なんだっていうね、本当選手思いもあるし、選手からしたら本当慕われる、言ったらね、本当にめちゃくちゃいい先輩なんですよ。いやー、そういったね、しかもイケメンですしね、はい、そういった選手がちょっとやっぱいなくなるっていうのはすごく寂しいなと思います。はい、本当個人的にやっぱり大好きな選手でしたし、4年間ねずっと一緒にいたので、まあ、でも全然 J1 でもやれるレベルですので、まあ、小林勇気選手の、まあ、今後にねちょっと期待したいところでございます。続きまして2つ目ですね。こちらは、完全移籍ですよね。はい、完全移籍の件でございます。2人ね、まず1人目ね、吉田俊選手、今年後半からですよね、大分のその高木選手のポジションを奪って、まあ、いよいよ高木選手のポジションから交代して高木選手の座を奪っちゃうんじゃねっていうね、そういった年だったんですけども、まあ浦和レッズの方から目をつけて、まあまあそこはね本当に浦和さんのフロントの方の、目がいいところではあるんですけども、正直ね来年もう1年見たいなっていうのはあったんですよ。でもどんどん上手くなってましたしね。で、まあ浦和さんからしたら一体どういう選手なのっていうのはあると思うんですよ。まあ吉田選手はですね、足元も上手いですし、まあ、あとムードメーカーでもあるんですよ。まあ、僕これ個人的になんですけども、あの山形戦ですね、今年ね、あの大分のホームであった山形戦で、まあ、吉田選手のミスから、2失点した場面がありまして、まあ、それ見て僕思ったのが、あ、この選手は上手くなるなと、うん、まあ、あってはならないミスなんですけども、はい、ただ悪いミスではないのかなと。本当にもう何ですか、吉田選手からしたらもう涙流して、悔しくて、あ、これが多分強さに変わる一つのきっかけになったなと思ったんですよ。なのでまあ吉田選手、多分浦和に行ったら、まあ、第2の西川周作というか、まあ、その西川周作選手を超えるぐらいの、活躍になるのかなと思います。はい、ですので、個人的にも、吉田選手、ね、これからも応援しております。まあ、浦和さんの方に行って、揉まれに揉まれてください。そして大分に帰ってきてくださいね、いつかは。まあ続いてなんですけども、まあこれはちょっとショックが大きいというか、何ですかね、ショックを隠しきれないというか、マジかっていう一つ情報がありまして、まあ三沢選手がですね、京都に移籍ということでね、しかも完全移籍でございます。はい。いや、まあ、一つね、その、言うとしたら、まあ、三沢選手はですね、J2 にいるべき選手ではないです。はい。J1 にいるべき選手かなと。はい。なので、まあ、結果的に言ってしまえば、戻るべき場所に、まあ、戻っていった選手って感じです。はい。まあ、もちろんですね、三沢選手はやっぱ大分が大好きですし、まあ、大分で、ずっとやっていきたいっていう思いはあったそうなんですね。で、J1 に、どうしても上げたいという気持ちは、多分どの選手よりも強かったんですよ。はい。ただ、まあ、選手人生、ね、選手のそのサッカー人生のことを考えると、まあまあ、致し方ない部分ではあるのかなと。はい。だって、左利きのセンターバックで、ね、気づいた時にはフォワードよりも前線にいるっていうね、もうあの運動量やばいですよ、正直。化け物クラスです。はい。今年も間違いなく大分トリニータの、まあ、選手 MVP で誰かと言われたら僕は三沢選手ってずっと言ってたので、
まあその選手がやっぱいなくなるっていうのはすごく痛いです。はい。すごく痛いんですけども、ただ、まあ三沢選手以上の、そういった選手が、まあこれから来季、大分で増えてきてくれたらなと思いますし、まあ京都に行って、まあ三沢選手、はい、ぜひスタメンで使ってあげてほしいなと思います。ですので京都の皆さんよろしくお願いいたします。はい、もう先に圧かけとこう言うてね。まあそういったね、やっぱ出会いもあれば別れもあるっていうのはそうなんですけども、まあやっぱ、辛いですよね。ああ、辛いです。もう僕めちゃくちゃ辛いですもん。ねえ、本当に。じゃあ続きまして、新加入選手の、お知らせということなんですけども、秋田から、新井義明選手がですね、大分に完全移籍で加入することとなりました。新井選手といえばですね、秋田の方で、まあ、後半、まあ、吉田俊選手と一緒で、後半から、ポジションの座を奪って、正ゴールキーパーとして、活躍されていたんですよ。ね。で、約10試合ぐらい出たんですかね。はい。で、まあ、身長というか、その高さもあるゴールキーパーですし、反応速度もとても速いです。で、コーチングもしっかりできる、そういった選手でございます。はい。まあ、そういった選手がですね、まあ、大分に加入するということなんですけども、あ、ポジションゴールキーパーですね。はい。ポジションゴールキーパーなんですけども、まあ、新井選手が加入することによってどんな変化が生まれるかと言いますと、やっぱりこう、ゴールキーパーって一つのポジションしかないわけじゃないですか。そこのポジション争いが、加熱するのかなと思うんですよ。はい。まあ今まではね、ずっと高木選手が出てたりと、ね、まあ来季は誰が出るか分かんないですよ。まあ契約を更新した浜田選手なんかもね、そして、新井選手がね、出てくるかも分かんないんですけども、まあ間違いなくね、新井選手はですね、大分の、足元の技術を求められる、サッカーというかね、まあゴールキーパーとしてのレベルがね、一つ、二つ上がっていくのかなと思います。ですので、新井選手にも、ちょっと皆さんぜひね、期待していってほしいところではございます。はい。いや、楽しみですよね。はい。どういうプレイを見せてくれるのかなっていうね。はい。今からでもワクワクしております。はい。そして、トリニダ、ね、選手が復帰しましたよということで、高橋優勝選手がですね、大分に帰ってきてくれました。あれ久々に聞いたなという方はいらっしゃると思うんですけども、この高橋選手、ここで帰ってきたということは、来季、大分で、いや、活躍するんじゃないのかなっていうのが一つあるんですよ。っていうのも、身長がですね、189センチで大型で、ポジションはディフェンダーなんですよ。左利きのセンターバックなんですよ。まあ、三沢選手が抜けた穴を、まあ、高橋選手が埋めるか、もしくは、それ以上を超えて、活躍するんじゃないのかなと思っております。ちなみに、年代別の日本代表で選ばれてる選手でもございます。はい。まあ、育成としてね、期限付き移籍で、ちょっと選手を出していて、まあ、その選手が復帰したというお話なんですけども、まあ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 、ここから、高橋選手、大分で活躍するんじゃねと、はい、個人的に思っておりますので、はい、来季はすごく楽しみだなというか、まあ、スタメンからちょっとスタートで見てみたいよね、というね、話でございます。はい。はい、最後にですね、まあちょっとこれは個人的にすごく嬉しいんですけども、中川選手が、契約を更新しました。ありがとうございます。いやー、中川選手が契約更新したのは、かなり大きいですよ。はい。かなり大きいです。はい。やっぱ走れる選手がですね、大分にいるかいないかで全然変わってきますし、まあ、去年のあの活躍ぶりを見たら、いや、やっぱ中川選手は、下平監督のサッカーにおいて、本当に必要な選手なんだなと、実感させられました。はい。っていうのも、やっぱり前からボールを追ってくれますし、まあ、ボールの勝負強さ、はい。その、ボールの、その球際でのその勝負強さっていうのが、やっぱ中川選手すごくうまいんですよ。ただ走るんじゃないですよ。はい。ただ走るんじゃなくて、走りながら、次をこうやる、次を合わせるっていうね、そういったね、ことを考えながらプレーもできるし、まあ、サッカー意識も非常に高い選手ですので、いや、この選手が大分に残ってくれるというのはすごく大きいですね。まあ、どんどんね、今選手が、更新したり、まあ、出てたり、復帰したり、加入したりってね、まあ、いろいろ忙しい一週間でありましたけども。いや、まあ、でもね、やっぱりこう、別れるってなるとやっぱ寂しい思いではあるんですけども、ただやっぱ新加入する選手、復帰する選手、契約更新する選手、ね、まあ、もちろんね、出ていた選手にも愛があるんでね、寂しい気持ちはね、すごくあるのはわかるんですけども、まあ、残ってくれる選手に対しても、ね、それ以上のね、愛を
届けててほしいなと思います。まあ、僕はですね、今年以上に、来年も応援しようかなと思いますので、もう結局はね、無限ループなんですよ。今年以上に、いや来年以上に、その年以上にっていうね、はい。だからどん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 僕ね、トリニータにこう、どっぷりハマっていくっていうね、はい。そういったね、もう無限ループにね、もう出られない状態でございます。毎年の選手が大好きです。はい。まあもちろん出てて悲しい時あるんですけども、もう毎年毎年、はい。別れがあっても、それでも今年の選手が好きだなとかね、いろいろそういう感情があるんですけども、はい。まあ、それも含めて、まあ、オフの期間かなと思います。はい。まあ、いろいろね、情報をお伝えしましたけども、まあね、もうワールドカップも終わって、まあもうサッカーについて暇だなという方はですね、ぜひ、今私は応援期間の方頑張っておりますので、応援の方をしていただけたらなと思います。はい。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、またありがとうございました。